どうも、小走りです。今日はですね、こちらのユーザーセレクトっていうカラコンがあるんですけど、この3色付け比べをしていきたいと思います。なんか私はカラコンを選ぶ時ってカラーとか付け心地とか、ワンデー、ツーウィーク、マンスリーとかを気にしたりするんですけど、私が何よりも一番大事にしてるカラコンの選ぶポイントが着色直径なんですよ。私って目が結構小さくて、いつもアイラインで拡張はしてるんですけど、このぐらいしかないので、大きめのカラコンをつけるとね、白目がなくなるんですよ。だから着色直径をすごい気にするんですけど、なんかね、目の黄金比率っていうのがあって、白目1、黒目2、白目1の1対2対1が黄金比らしいです。で、私の瞳だとその黄金比でちょうどいいのが 12.8 ミリのものがちょうどいいんですよ。すごい自然にナチュラルにつけれるので、もうね、ほんとずっと何年もその着色直径を使ってます。で、まずこのユーザーセレクトを今回紹介していくんですけど、このユーザーセレクトっていうやつがすごいんですよ。カラコンを使う人が本当に欲しいカラコンってなんだろうって考えた時に、それは直接聞くのが一番だっていう考えでスタートされたフェアリーシリーズなんですけど、カラコンを使ってる方からのアンケートとかコメントとかを募って作られたのがこのユーザーセレクトで、みんなの欲しいが集まったカラコンだから本当に使いやすくて、ナチュラル系のカラコンが好きな人には特におすすめです。そしたらこのユーザーセレクトを3色比較していきます。まず最初に紹介するのがこちらのダークブラウンです。そしたら実際目につけていきます。今裸眼の状態です。はい、つけるとこんな感じです。はい、どうでしょうか。めっちゃナチュラルじゃないですか。職場とか、あと学校とか、まあ、ちょっとフォーマルな格好をするときとか、本当に自然なのでつけやすいかなと思います。で、こちらの着色直径が 12.9 ミリです。で、今日その職場とかに合うかなと思って、ちょっとねオフィスっぽい感じにしてみました。はい、ダークブラウンがこんな感じで、次に紹介するのがこちらのスタンダードブラウンです。はい、それではつけていきます。はい、つけるとこんな感じです。はい、どうでしょう。なんか私ちょっと裸眼が茶色いんですよ。だからか本当に黒目が拡張したみたいにすごい馴染んでくれます。このスタンダードブラウンは本当にいろんなシーンに使えそうだなと思って、私はちょっとデート系がいいかなと思います。すごい柔らかい印象にもしてくれるし、で、服装もちょっとデートっぽくしてみました。ピンクっぽい感じで女の子らしさを出してみました。で、こちらのカラコンの着色直径がさっきのダークブラウンと一緒で 12.9 ミリです。次紹介するのがこちらのサニーブラウンです。さっき紹介した2色よりすごい明るいカラーになります。はい、それではつけていきます。はい、つけるとこんな感じです。どうでしょう。すごいね、透き通った瞳って感じになります。色素薄い方の瞳みたいになってます。多分ね、カメラで写してるよりも10倍以上は美しいですよ。うん、色素薄い系メイクには絶対合うだろうし、普段のメイクとかでもつけるだけで透明感が一気に出せると思います。すごい気分が上がりそうですね、つけていったら。で、服装もちょっと色素薄い系に合わせたカラーにしてみました。このサニーブラウンの着色直径なんですけど、こちらがさっきの2つと違って 12.8 ミリです。はい、いかがだったでしょうか。なんかもう全部のカラーがめちゃくちゃ好みで、使いやすいわ、着色直径はドストライクだわ、普段から結構もう使ってて、特に私のおすすめは、私本当に目に馴染むカラーが一番好きで、スタンダードブラウンが私が一番好きです。今は最初の格好にサニーブラウンをつけてます。で、ちょっとここで宣伝が入るんですけど、こういうね、フェアリーとかのカラコンですごい有名なシンシアさんのカラコンコンテストがメイキーで開催されるんですよ。で、内容がなんかね、カラコンをつけてるメイクなら何でも OK らしくて、すごい緩いんですけど、景品が今回つけたこのユーザーセレクトが
もらえます。でしかも今回はですね、珍しくいつもねメイキーのそのコンテストっていうのがあって、そこにメイク方法を投稿して受賞して商品とか景品がもらえるんですけど、今回はですねなんと参加するだけでもらえるらしくて、私がつけたカラコンがプレゼントされるということで、本当に使いやすいカラコンばかりで、ナチュラル系のカラコンが大好きな人とかはね本当試してみてください。概要欄に URL も貼っとくので、そちらもよかったら見てみてください。では今日の動画はここまでです。少しでも気になった方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。